私は第七地区オフィサーのユリンだ。ようこそ旧域からおいでくださった。オフィサーユリン、お会いできて光栄です。デラも旧域も絶えず廃域種に脅かされている。その点で我々は共通の敵を持っていると言えよう。互いの持つ情報を共有すればより有効な対策が打てるはずだ。ええ、私たちもそのように考えております。ベラで所有されている情報は旧域にとっても非常に重要です。ミラポリスとインニスの通信遮断は廃域種によって引き起こされたものです。インニスに潜入していたディスガイザーの目的は廃域種に力を蓄えさせ、深淵の渦についての詳細はまだ不明ですが、状況から判断する限り時空の通路であることは確かです。廃域種はそこから一気に旧域に侵入するつもりです。今回我々は大多数の廃域種の排除に成功したものの、これは単なる足止めに過ぎません。根本的な解決には深淵の渦を閉じるしかありませんが、有効な手立てはまだ見つかっていません。深淵の渦は旧域では珍しくありません。その正体は廃域種の能力による時空のねじれで、通常は時の印で閉じることができます。時空のねじれの中には比較的安定した場所があります。そこを起点として時空の秩序を取り戻すのです。しかし今回海底に出現した深淵の渦は時空のねじれが強力すぎて、何度試みても閉じることができなかったのです。それに関してはすでに調査を行わせている。情報が集まれば深淵の渦を閉じる手立ても見つかるはずだ。リンヤ、この件は引き続き君に任せる。今日は戻って休みなさい。ランさんには旧域についてもう少し伺いたいのだが、よろしいかな。では失礼いたします。早くいい方法が見つかるといいですね。すでにドクター・クレイフォーたちが研究に取り掛かっているわ。今は力を温存して朗報を待ちましょう。ところで今からラビーに会いに保安部へ行くんだけど、一緒にどう？ラビーが保安部に？そう、セシリーが忙しい時はサキが面倒を見てくれているの。じゃあ俺も行きます。おかえりなさい、リンヤさん。深淵の渦はどうなった？フィオナたちが監視を続けていて、状況は今のところ落ち着いているわ。それで、ラビーは元気？ええ、元気よ。ちなみに、ドクター・レビリアも来てるんだけど、リンヤさん、話したいことがいっぱいあるんじゃない？
レビリアがここに？そうよ。博士は限られた範囲なら自由に行動できるようになったの。今日は私が彼女の付き添い兼監視役というわけ。博士、自由に行動できるようになったんですか？そうなの。博士の生体信号を遮断する装置を発明したのよ。これで彼女とネストマザーの意識のリンクは遮断されたはず。ただ排気種の特性を持つラビーの影響を受けるかどうかはまだ様子を見てみないとわからない。でもひとまずは期待通りの効果が得られているわ。装置のおかげでネストマザーは博士の存在も脳内意識も感知できなくなっている。今後の状況にもよるけど、今のところは問題なしと言っていいわね。そう、よかった。さあさあ、ラビーに会いに行きましょう。あの子、口には出さないけどずっとみんなに会いたがってたんだから。レビリア、ごめんなさい。少しレビリアと話してくる。すぐそっちに行くから。あのぬいぐるみがお気に入りのようね。あなたからのプレゼントだもの。ドリーと呼んでいて、一番の親友なんですって。おそらくそれがラビーの過去の記憶の全てなんだと思う。そう、私は彼女には全てを忘れてほしい。そして普通の子供のように健やかに育ってもらいたいの。ラビーだけじゃない。私はいつか全ての人類が排気種から解放されることを願ってる。悲劇の連鎖が断ち切られ、希望に満ち溢れた、そんな未来を。その願いが変わったことは一度たりともない。それだけじゃないわ。私の信念と理想、答えを追い求めようとする心も、ずっとあの頃のままよ。あなたがこの数年間をどんな気持ちで過ごしてきたのか、私には想像もできないわ。ねえ、自分の選択を後悔したことはない？人はまだ取り返しがつくうちは過去の選択肢にとらわれてしまう。今ある結果に不満を抱き、違う可能性を妄想し続ける。そんなのただの現実逃避だわ。私にはクリスタルポーラーを移植して秩序なきアビスに行くしか選択肢はなかった。希望が限りなく小さかったとしても、そうするほかなかったのよ。あなただったらどうしていたの？できた家がいっぱいなの？リーヤさんと一緒に住んでみたい。全てが解決したらきっと一緒に行けるよ。うんうん、約束だよ。指切りしよう。うん、約束。ラビーね、最近いい子にしてたんだよ。薬を飲む、検査を受ける、夜更かししない、お菓子を食べ過ぎない。リンヤさんとの約束全部守ってるの。リンヤさん、ご用事まだかな？ただいま、ラビー。リンヤさん、元気にしてた？もう怖い夢は見てない？もう平気。最近夢を見なくなったみたい。目を開けたらもう朝なの。それはよかったわ。あれ、少し身長が伸びたんじゃないかしら。え、そうかな。ラビーもすぐにリンヤさんみたいに背が高くなるかな。そしたら一緒に戦えるね。頼もしいわね。期待してるわ。ちょっと待ってね。リンヤ、お休み中のところ
失礼するわ。今知らせが届いたの。深淵の渦がさらに不安定になっているそうよ。すぐに対策を練る必要があるわ。わかった。今すぐそっちに行くわ。リンヤさん、お仕事が全部終わったら一緒にインニスに行って貝殻の家に住もうね。もちろんよ。好きなだけ滞在しましょうね。うん、ラビーいい子にしてるから早く迎えに来てね。うん、約束。それじゃあエクセキューターシャーリー、出発しましょう。
Thank you.